エルコレ一世デステは、モデナレッジョ公及び、フェッラーダ公。ニッコロ三世デステと三度目の日リッチャルダ・ダ・サルッツォの子として生まれた。1445年から15年間、ナポリ王アルフォンゾの宮廷で教育を受けた。彼がルネサンス期の芸術の庇護者として知られるようになるのは、この時期の素養があるためと見られている。イボニー、ボルソデステには、正妻も子もないため、後継者に指名されており、1471年に皇位を継承した。1473年、エレオノーラ・ダ・ラゴーナと結婚。エステ家とナポリ王国との同盟が強固なものとなった。二人の間には六子が生まれた。また、二人の諸子がいた。1482年から1484年まで、彼は、宿敵デッラ・ローベレ家のローマ教皇シクストゥス4世と同盟したベネツィア共和国と戦った。これは、フェラーラ戦争と呼ばれた。エルコレは、バニョロの和議で戦いを終わらせ、フェラーラは、教皇軍の情け容赦ない破壊の運命から逃れた。このため、1494年から1498年のイタリア戦争において、エルコレは中立を決め込み、教皇国との友好関係に努めた。彼は、嫡子、アルフォンソの妻に、ルクレツィア・ボルジアを迎えることに成功し、この結婚は、おびただしい領土の寄進をもたらした。エルコレが、フランス系フランドル人の音楽家を大勢招聘したため、フェラーラは、東大随一の音楽の徒となった。アレクサンダー・アグリコラ、ヤーコプ・オブレヒト、ハインリヒ・ザーク、アドリアン・ビラールと、ジョスカンデプレラが知られる。彼は、詩人、ボヤールドを家臣とし、若い詩人ルドビーコ・アリオストに加齢をさせた。市の城壁を建築家、ビアジオ・ロセッティに命じて拡張させた。フェラーラの著名な建築物の多くは、エルコレの治世下に作られたものである。エルコレは、教会改革者ジローラもサボナローラの熱心な称賛者であった。サボナローラはエルコレの霊的、政治的助言者となった。1490年代から二人の間には多くの書簡が交わされ、エルコレはフィレンツェの教会関係者に宛ててサボナローラを解放するよう働きかけている。しかしそれも虚しく、サボナローラは1498年に処刑された。ありがとうございます。